以前ね、ちょんまげという話を収録させてもらって、はい、その時に俺もそういえばっていうところで終わってるじゃない。はい、最後に出たやつですね。うん、ぜひ。うん。これはね、おそらく店名出しちゃうとちょっと差し障りがあると思うから、某所にするけど、関東某所にある、もう古くから本当に200年近くずっと続いてるある料理屋さんがあるのさ。その料理屋さんっていうのは、実は昔遊郭だったところで、うん。それがそのまんま今のその料理屋さんになってるんだけども、うんうん、顔見せのための襖であるとか、蝶壺にいる人が料理の進行具合を見るためのこう覗きの襖だったりとかね、うん、なんかいろんなそのお金をもらうための小さな襖だったりっていう、変なところにちっちゃい襖があるんだわ。はいはい。もう今からもう本当に30年以上前、まだ昭和の頃だわ。初めて俺そこのお店に行った時に、うん、いや、すげえな、これ。天井と言わず壁と言わずその使われてる木が全て黒光りしてるんだよね。おそらく磨いて磨いて掃除やなんかを重ねてるうちにいろんなヤニだとかさ、なんかが自然についてってこういう風合いになってんだろう。光ってるよと思って、すごいな、この建物と思いながら見てたんだよね。まあそのある個室に通されて、もう男3人で初めて行ったんだけども、料理を待ってるうちに、まあ時間かかりますよね、まだ。あの料理はっていうから。かかるかかるかかる。出来合いのもの出していくところじゃないんだから、下手すら小1時間ぐらいかかるかもしれないぞと。ですよね。ちょっと建物なんか見てきていいっすかねって言うから、もう見てこい見てこいって言ったの。うんうん、で、俺部屋で持ってタバコ吸って待ってたんだよ。そしたらさ、シュソッ、シュソッっていう何かが動いて止まる。また動いて止まるっていう音がするんだよ。はい、それって俺の動機が覚えをたどっても襖なんだよね。うん、でも、大きな襖ではなくて小さな襖。お、こんなところにあるな、ちっちゃい襖が。あれが開いて動いたのか。は？なんでだ？動かないじゃねえか。なんだ今のと。こう、外側へこうが見えるこう窓があるから、そこをこう外をこう見てたりなんだりしたら、また、そしたら、音がしたから、ひょいっと見たんだよ。うん、そこから、ちょんまげを打った男が、もっとこっちをこう見てた。で、俺、あっって言ったんだよ。あっって言ったら、向こうも、あっって言って、おぉで、ストンって閉めて、いなくなったんだ。すぐ廊下へ出てさ、見たんだけど、全然人影なくなかった。へぇー。繋がった。うん。だから、それが、その、エビコが言った通り、こんなに細かったかどうかはね、ちょっと、うん、もう今となっては定かではないけど、確かにでも言われてみたら、その銭形平次であるとかね、なんかみたいに、あんなご立派な、なんかもう本当にこう、なんか取ってみたいなもんではなかったと思う。顔のちっちゃい男だったね。ああ、そうなんですね。うん、あって言ったら、あって。そう。うわ、素敵。向こうにはだから何が見えてたんだろうと思って。ねえ、全然見たこともないような髪型の男として、うん、本当にファンキーさんを見てたら最高ですね。向こうは向こうで。おい、今なんかすっごい変なやつが、みたいな。幕宇宙だ。あ、幕宇宙だ。幕宇宙説だんだん濃厚になってくるじゃん。濃厚ですよ。向こうは向こうで噂広めててほしいですね。ね。ある、まあ、俺の友達がいて、その友達の親父っていうのが奔放な人でね、家族を顧みない。顧みないとは言っても、例えばその家のお金を勝手に持ち出して散財しちゃって、家族に物を食わせないとかじゃないんだわ。もともとその人って、もう一代で財を成した人で、うん、自分の息子に家督を譲ってからというものを、まあ、それまでこうずっと溜め込んでたものがバーンとこう、放出しちゃったっていうのかさ、今までずっと我慢して仕事仕事仕事に明け暮れてきた人が、突然なんか遊びの道を覚えてしまったっていう、ね、そういう感じの人なのよ。でも俺その人好きでさ、うん、ハーレー乗ってたりするんだけど、その息子は全然そのハーレー乗るようなタイプではなくて、なんだけど、なんかお前も乗れよ、なんてよくうちの親父が言うんだけど、うん、俺はハーレーじゃねえんだよね、つってもなんかモトクロスのバイク乗ってたよ、そいつはね。うん、だけど、その親父さんとはなかなかちょっと話が合うんだわ。その前にとろめないが聞こえるでもちょっと話をしたけども、割とね、俺、その友達の親父さんと仲良くなるパターンが結構あるんだよね。うん、そこの家もそうで、ある時ね、ああ、中村、中村って呼んだ。中村、ちょっと来よって、俺のちょっとガレージ来よって。うん、でそのガレージガーッと開けるとさ、65年型のこうマスタング、真っ黒のマスタングなんか入ってたりするんだけど、うん、その脇にこうハーレーが入ってるんだ。結構古いやつのね。ショベレットかなんかが入ってんだけど。で、そこにこう作業台みたいなのがこうあって、自分が好きなミニカーが置いてあったりなんだりするんだけどさ。うん、なんか悠々自適だなと思って、そんなの見てね、かっこいいなと思ってたんだけど、うんうん、そしたらその中の棚からさ、何かをポッと取って、手出せよって言って、ポンと俺の手に乗せたのが、サイコロなんだよ。二つ。
サイコロっすね。つったら、おう、サイコロだよ。もう今じゃ手に入んねえから、お前大事にしろよ。もう俺の、まあ、片身だ。片身だ。そんなこと言って、よこしたのが、象牙。象牙のサイコロで、まあ、そんなに大きいもんじゃないんだけどね。一つでくれたのさ。ああ、大事にします。って言って、それをこうもらって、で、家に帰って、どうしようかなと思ったわけ。じゃないなんか、はい、その辺を置いといたら絶対犬どっか持ってっちゃいそうですさ。なんか入れとくもんね。あ、リキュールグラスがあるわと思って。あ、いいですね。うん。それにポンと置いて、棚の上に置いといたんだよ。おいいじゃないと思って。それから何ヶ月かした頃にだよ。で、その執筆が2016年から始まってるから、はい。で、それを家でもって、こう、粛々とこう、一人でこう進めてたんだ。このパソコンでね。はい。そしたらさ、チェックロギキ。チェックロギキ。で、コロギキ。チェックロギキ。って音がするんだよ。で、待ってよ。またなんか変な音しだしたよ。なんだよ。と思ったら、何かが、で動く何かがふっと目に入ったんですよ。で、そっちの方見てみたら、例のリキュールグラスだわ。あれ？なんだと思って、こう見てたら、リキュールグラスの中に入れたサイコロが、中で持って、キャッキャッキャッと動いてるんだよ。ね？おぉ、ええー、と思って、そのグラス取って、こう中見るんだよ。もう動かないさ、そしたら。あれーと思ってたの。ええー、動いたなぁ。なんか、あ、象牙だって。って言ってたし、なんか、象の魂がなんて話だったら嫌だなと思って、そこへ戻して置いたんだよ。はい、その二日、三日後ぐらいに、その息子だよね、まあ、もともと俺の友達から電話かかってきて、この間、うちの親父亡くなったんだって。ああ。それって俺11時ぐらいじゃない？目を落とされたのって言ったら、あ、まあ、そうだね。昏睡状態になったのがそのぐらいの時間だったかなって、実際には12時ぐらいだったんだけど、でももう昏睡状態になって、たのが11時、うん、そうだな、11時5、6分だったかなって。本当に片身になったんですね。そうだね。うん。はあ、北海道、もうこれも昭和の時代の話になるんだけども、はい、石狩方面、まあ、要はその札幌なんかからずっとこう山を越えて十勝の方へ行くっていうね。これがまあ日照峠。これは日高から十勝方面に行くための日照峠。から狩勝峠。石狩方面から十勝方面に行くから狩勝峠ってこう言うんだわ。はい、乗用車に乗ってね、ちょっと十勝の方へ行かなくちゃいけなくて、足寄っていうところへ行ったんだけども、はい、で、その帰りも真冬だよ。十勝方面からずっと上がってきたあたりでもっていい時間になっちゃって、少し休んでいくかなと思って、日照峠、頂上にある茶屋があるんだよね。駐車場があって。はい、そこで少しこう休んでたのさ、シート倒して。あーってヒーターも効いてるし、いい具合にこう、スーッと多分眠りについたんだと思うんだよ、俺。そしたらね、突然、ブーブーガシャン、シャキッ、ガシャン、ゴソン、ガシャン、ブーブーっていう、聞いたことのある息遣いと音でもって、ふっと目が覚めた。何かというと、馬。ああ。その馬の息遣いと、バグ。馬がいろいろ身につけてるバグの音をすると思ったら、子供の頃に、そういえば俺バスに乗ったことあったなと思って、うん、うーっと身を起こしたさ。そしたらもう、寝ちゃってるもんだから、一応ヒーターは入ってるけど、やっぱこう曇ってるわ。だからそれちょっとこう、手でこう拭いてみたら、すーい横にさ、でっかいバンバン馬がいるんだよ。おーおーね、おっきなバスリを引いてるわけ。はあ、うわ、馬いると思って、うわ、ちょっと俺バンバン馬大好きでさ。だからもうちょっと触らせてもらおうと思って、うん、馬には当たんねえだろうな。お、見て、いるんだからね。ね、当たんねえだろうなと思って、もう雪も上がってるし、ガチャッと開けたさ。開けて、よいしょって一歩踏み出たんだよ。何にもいないんだよね。へえ。その一瞬で、うん、もう見間違いでも夢でも幻覚でもないんだよ。俺本当にだってこう窓を拭いてこう見て、うわ馬がいる。鼻からもうブワーって蒸気出して、息を出して、スモーク垂れたみたいにバーッと出るんだから、黒っぽい馬だってね、それがこう首こうしながらさ、いるんだすぐそばにね。だからそれを、いなかったなぁ、一歩出たらなぁ。だからそれをその、この間からちょいちょいと話を出て、その場の記憶っていうね、うん、俺はそれがその馬の幽霊だとは思わないわけだよ。うん、そうですね。だからおそらくそこっていうのは昔からそうやってその峠越えをしたもんなんだ、きっとね。うん、その片鱗が、ちょっとした隙、要はその今まで俺が寝入ってて、精神状態がクリアな状態じゃない。はいはい。今その寝てて起きてっていう状態だから、その時にそれがストーンと見えたんじゃないかなって思うんだよね。そうですね。うん。
ああ、不思議だったなぁ。すごい寂しいですね。そう、そうなんだよ。なんとも言えない、なんかね、ちょっと恍惚感を感じたね。しばらくの間、俺、外へ出て、まあ寒かったけどね、出て、こう周りこう見渡してね、多分、ここの、この場所に留まった馬がいたんだろうなぁって。うん。うん。俺のね、腹違いのね、弟がほら亡くなっちゃったっていう弟が、俺のところからね、後にも先にも一回だけ車を買ったことがあるんだわ。っていうのが、俺の仲間が持ってた、ハイエースの、バニング化したやつね、こう、羽がついて、たまたまやつに言ったら、ああ、欲しいですってね。まあ値段も安かったんで、やつは買うって言って、車取りに来てもらったのさ。うん。じゃあ帰り、俺も北海道行く用があるから、一緒に行こうかって言って、俺が先頭走って、奴が後ろついてくる感じと思って、北海道向かってったの。俺、下道で行くけどいいかって言ったら、ええー、って言うな。うん、そりゃそうです。いいじゃねえか、下道で行こうよって言って、ある東北方面ずっと抜けてったら、何が間違ったか、ちょっと変な山越えする感じになったんだね。そしたら、こう走ってたら、前にこう、黄色い回転灯が回ってて、こっちへって迂回してくれって言うのって、右へ曲がらされるのさ。うん、ええー、と思って。工事やってるんだろうこれなと思ったから、右こう曲がってって、曲がり切ったところでふっと考えたの。今、そう立ってたやつって、ガードマンとかじゃなかったなと思ったわけ。一般人が、こっちへ曲がってくれ、曲がってくれってやってた。でも、遠くから見た時には、黄色いランプが回ってるように見えたのに、はい、近くを寄ってみたらそんなもんなくて、ただ男が一人立って、こっちです、こっちですって、やってたなと思って。え、それ俺、何の不思議もなく曲がっちゃったけども、おい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 と思ったわけ。うん、うん。で、曲がってった先ってのがさ、結構な勾配と思ってぐーっと上がっていくんだよね。はい。あれと思って、これ大丈夫だろうな、抜けれんだろうなって、いや、俺はいいけど、後ろの車がね、大丈夫だろうなと思ってずーっと上がってったら、なんと、上がってったとこと思って、一台車が道塞いでんのよ。はぁ、あ。冗談じゃねえなと思って、降りてってみたら、なんてことない。ひっくり返って亀の子になってて、完全にひっくり返ってんのよ。どうもその、スピード出してこのカーブを走ってて、左側の土手じゃないんだけど、山肌側に一回乗り上げてひっくり返ったみたいな感じなんだよ、ね。そのままゴローンってこう、塞いじゃった感じになってるんですよ。はぁ。中でもって、もう、かわいそうに、人のことはブツになってる。はぁ。だけど、まあ、その人間がさっきこう、浮かしてくれって言ってた人間がどうかわかんないよ。うん。だけど、とりあえずさっきの方で戻ろうっつって、こっち曲がってくれって言われたところから、そんなに何キロも行ってなかったからね。バックするの大変そうだったから、いいわいいわ、つって、バーッと降りてってみたいな歩いて、はい、いないんですもんね、ずっとこに。ああ、そうなんすね。うん、いや自分が事故を起こしてるとこ知ってほしかったんだね。ああ、そうですね。だけど、黄色い海底とも見せたり、そんなことまでできるんだなと思っちゃったね。ああ。昔、その仕事をやった時にうちにあった小口配送用の2トン車があって、はい、これが10尺って言って、要は10尺なんだよ。3メーターしかないんだよね。うんうん、3メーターしかないんだけど、めちゃめちゃこう箱が高くて、横から見ると、まるで正方形に見えるような背の高い箱なんだけど、うん、10尺なんだわ、はい。っていう2トン車があったのさ。その横に、歌舞伎の福女っていうね、のをこう入れてもらって、うん、反対側に般若が入ってたのさ。うん、で、この絵がとにかく俺がお気に入りで、有名なその画家さんがいるんだね。そのトラックに絵を描いてくれる人なんだけど、まあもともと看板屋じゃなくて、もともと画家なんだ、その人。ああ。うん。この人が、その、歌舞伎絵がとにかく得意で、うん、この埼玉のね、ちょうど東松山の方にいる人なんだけども、うん、で、その人が入れて描いてくれた絵で、何回かこう、色をこう入れ直してくれてるのさ。中村くん、また時間あったら寄ってよって、もうちょっと書き込んでみたいから、とかいう感じで、書き込んでくれちゃう上からこうクリアに塗ってくれたりとかね、そういうことしてくれる人だったんだ。うん、で、般若の側の絵がすごくいい出来で、本当に横に並んだ人が、うえーって言うぐらい、ものすごい素晴らしい般若だったんだよ。ある日、俺、布団に入って、こう眠りしな、ふっと夢を見たわけ。うん、目の前に、壁にかかってるのか、それともそこに浮いてるのかわからないけど、般若の面があるわけよ、うん。金色の目をして、般若って怖いじゃない、はい、あれって嫉妬に狂った女の顔なんだよね、うん。なんだけど、でも、その恐ろしいというよりも、すごく綺麗な般若の面があるわけよ、うん。それが突然俺が見てる目の前と思って、カッ、カッっていう音がして、左のところからカッカッってひびが入ったと思ったら、パカーって割れちゃう絵なんだ。それを夢じゃなくて、こう目をつぶって今寝ようとしてる自分のこの真っ暗なはずのまぶたの裏に見えてくるのよ。うん、何回も、うん。
なんだろう今の、うわー今寝てなかったし俺、何が見えたんだと思って、半夜ね、まあ確かに今日自分のところのトラックも半夜ねじっと見てたからなってのもあったんだけど、割れちゃうってのはなんか演技悪いよなって思ってた。そのうちにそのトラックの使うことっていうのがなくなっちゃったもんだから、うん、それをある人間に売ったのさ、そのトラックを。はい。うん。それで、まあいろんなイベントやなんか、その人間はそのトラックで仕事するっていう人間じゃなかったから、あくまでもイベント車にするっていうんで、いろんなそのデコトラなんかのイベントに行くんでもっていいんじゃないって言ってたんだ。そしたら、ある日、その彼から、俺が売ったその彼から電話があって、いや、中村ちゃん参ったよ。どうしたのって言ったら、いや、なんか、般若の絵がさ、浮いてきちゃったんだよ。浮いてきたってどういうことよって言ったら、うんうん、なんかこう、ブヨ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 っとさ、こっちが浮き上がってきたって今にも剥がれそうなんだよなってわけ。あちょっと一回見してって言って、見たらさ、はい、ちょうどその顔のこのど真ん中のところに、アルミ板でしょ、はい、アルミのパネルなわけじゃない、こうトラックってのは横がさ、そのアルミ板のパネルとパネルのこう合わせ目があるのよ。あそれがちょうどど真ん中にあるんだよ。はあ、向かってこう、左側の方、要はその前面、前の方だよね。トラック向かって前の方が、左面だから、うん。そっち側がブヨ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 になってるんだよ。はあ、その何日もしないうちに、そっち側が走ってるうちに、バーンって剥がれて飛んでいっちゃったんだよ。へぇー。俺がそれがそのまぶたの裏に見えて、一ヶ月もなかったよ。はあ、そうなんですか、うん。そんなことがね、あった。はぁ、あ。もう今から十何年か前に渋谷消灯に住んでる俺の友達がいて、はい、そいつのおじいちゃんがすごくもともとなんかいいところの出でね、うん、でそのおじいちゃんの財産を継いだっていうんですごく門構えのある家に住んでる男がいるんだわ、はい、その男のところでたまに集まっちゃなんかそのお酒の品評会だとかなんとかとそんなの開く男だから、おそうなの、輸入物のなんかブランデーかなんかの品評会をやるんだっていうのを思ってそいつのところへ俺向かってたのさ、うん、で渋谷ってのほら坂のある町だからある坂をずっと登ってた、夏のすんごく暑い日の昼下がりだよ、うん、と前にさひょいっと見たらそいつの家の方へ向かっていく側のその坂の方へ和服を着てすごく小粋なこう日傘を差した、女の人がこうゆっくりゆっくり上がっていくんだわ、すごくいい出立ちなんだよ、はい、で、あまりにもゆっくりなもんだからどうしても俺それに追いついちゃって追い越しちゃうじゃない、うん、で、追い越すとになんとなく感じた、あ、60代ぐらいの女性、すごくその清楚なね、いい感じの夏に似合う柄の入ったその着物を着られてて、香袋の、匂い袋の匂いがスーッとするんだね。はいはい。で、俺がこう、追いに行っていくときに、その女性が、ふぅって言って、その、まあ暑さなのか、その坂のためなのか、ふって一息ついてたんだよ。うん、そこを追い抜かしてくる。暑いですねーって声がしたね、本当にって振り返ったら誰もいなかったんだね。おお、いきなり来た。そうですか、うん。こういうことっていうのがね、実は割とあるんだよ、いろんなところで。だからそれをやっぱり怪談ライブで話して、うん、それでって言われちゃうじゃない。ね、うん、本で書いてもこれだけになっちゃうしさ、もちろん。だから、やっぱりね、いいんだよ。ちょいのまあ、素晴らしい。ね、うん。こういうのですよ。短いやつがいいんですよ。そう、うん、18、19、俺が19になった頃かな、はい、うん、やっぱり俺の後輩たちなんかも車の免許を取り始めて、で先輩なんか行きましょうよ、先輩四国行きましょうよとか大通り流しに行きましょうよとかいろんなこと言ってくるやつがいるじゃない、はい、その後輩の一人に越後っていう男がいたんだわ。こいつね、うん、なんか他のことでも出たことがあると思う、確かね。で、この男が俺の友達から車を買ったのさ。その買った車ってのが昭和47年型のコロナ 2000GT っていう、18RG ってツインカムエンジンが入ってて、もうエンジンももうおおよそやってあったから、もうやること何もないっていう車だった。うん、で、俺のところへ、先輩、ちょっと遊びに行きませんかって来たわけ。おい、いいよ。で、どこ行くって言ったら、お化けトンネル行きましょうよ、お化けトンネル。お化けトンネル、まあいいけどって俺の乗ってくって、いや、2台で行きましょう、せっかくだ。って、まあ、そうか、そうか。で、ひょいってみたら、女乗っけてきてやつ。ああ。いや、そういうことか、と。じゃあ行こうって、ぐーっと走り出した。で、前にほら、動画でも見てもらって分かる通り、街の側からずっと上がっていくと、トンネル入る手前、右側のところにちょっとした広場があるんですよ。はい。あそこへ車みんな突っ込んで、歩いて中入ったりなんだりしたもんなんだよ。で、中へこう車を入れて、中でぐるっと U ターンして、前の方へ車、頭向けて。で、車から降りたさ。俺先に降りて、トンネルで向かってった。
を見てみたら、エジボがバーンと自分の車、ドア閉めて、今こっち来るんだ。で、お前バカだな、お前こんなところで一人置いていったら怖いんだから、連れてこいって。で、エジボ最初から一人で来た。え怖っ。びっくりした。はって言われて。歯じゃねえよって。俺、うちの、俺んちの前の時から俺確認してんだろ。お前横に、お前、髪の毛の短い女の子。あ、待てよと思ったら。違う。こいつの彼女ってみゆきって言って髪の毛長いんだったと思って。わ。あ、そうだ。うわーって、その時俺確認、自分でも確認して。そうだった、そうだったって。本当ですかとか言う、本当だよ。だからここに来たかったんじゃないって。今、ゾッとして、ジブリみたいに多分髪の毛上がって、ここもザクザクってなりましたよ、今。怖かった。俺の先輩から、まあ俺が18の頃ね。だから先輩が一つ上だから19だったのかな。俺は18に免許取ったばっかり。その頃に、お前、どこどこの峠の行く途中のところにある右側に、昔のモーテルあったべ。あの廃墟のことですかって、そうだよ。行ったことあると。まあ、近くから通ったことありますけど、って言ったら、そうか。あそこ、お前、やばいぞ、おっかねえぞって。何ですかって。ついこの間、お前、新聞見なかったのって。え、なんかあそこ、ニュース出たんですかって。もう、あそこでもだって、お前、死体遺棄、中でもって死体見つかったんぞ、お前、女の。嘘だ、おっかねえって言ったの。はい。ちょっと行くべや。って言って、車3台ぐらいで持って、6人ぐらいで行ったのよ。はい。車ピュッと置いて、6人で降りてったさ。今みたいな、だから懐中電灯持ったりなんかしてないわけだよ。うん、しかもそんな高性能な懐中電灯ないじゃない、当時なんかさ。はい、で、降りてってこう見たんだよ。星空の中に浮かんでる黒いシルエットでの廃墟だから。ね。ガイドも何もないんだから。もう満天の星だよ。満天の星。そこに、こう、黒いシルエットで見えるわけだ。ここ見てるわけだ。誰も入ろうなんて言わないさ。ね。うん、ここで見つかったんすか。うわ、おっかねえ、怖えな、怖えなって言ってたのよ。んって、だんだん暗さに目が慣れてきて、はい。んと思ったの。そのホテルの2階の窓が、ボン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 とあるんだけど、それが割れてるんだか、開いてるんだかと思って、とにかく窓の部分が、ここ見えるわけだ。こうね、あるのがね。うん、その一つの一番左側の2階のその窓のところに、黒い人の形が見えるのよ、こう。ね。何回目こすってみても何してもこう見えるのよ。って言ったの。そしたら、その先輩が、何したのよ。え？いや、左側の上の、一番左側の窓のところに、なんかいませんって言ったら、今だよ、お前、ほんとけよ。あ、人型みたいなの見えんな。うわ。あ、ほんとだ。ええって、そいつらバーって逃げ出したの。で、俺、俺、わけわかんないから、何がと思ってたら、その、窓のとこにあった、普通に窓の大きさに対しての人の形だから、だいたい当たり前に人の形だよ。それが、どんどんでかくなってくるんだよ。それって、でかくなってくるんじゃなくて、近づいてるってことなんだよ、こっちに。そのまんまの形で、ぐーっと近づいてきてるのがわかったの。で、いち早くそれに気づいたら、こいつら逃げちゃったんだよ、ビュって。ああ。車ここにあるのに。おで、とりあえず車が通るところまで出てさ、もう、車たまに、若い奴がたまに、もう、通るんだけど、どうするっつって。うん、どうするだって、車あるんじゃないですか、そこに行って。もう、車取りに戻りましょうよ。戻ったんだけど。うん、もう何もなかったけどね。だけど、気持ち悪かったよ。人影がある。黒いのがどん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 近づいてくるの。気がついたら多分すぐ近くにいたんじゃないかな、あれ。ああ。怖い。昔俺がやっぱりそのトラックの仕事を自分で始めた頃に、割とその野菜なんかの仕事を受け負ってたのね。はい。農家に行って、畑から今取ったものを受け取って、これ路地取りって言って、結構大変なんだわ。場合によってはなんかそれこう、収穫を手伝わされたりするんだけどさ。はいはいはい。で、ある日、北海道の空地地方の町に人参取りに行くことになったらさ。うん。だからそれが路地取りで、行ってみたら、炎天下、暑い中一人麦わら帽子かぶって、おじいちゃんが作業やってるのさ。うん、で、俺近づいてって、あ、こんにちは、人参をって言ったら、ちょっと悪いね、待ってや。
ああ、もうちょっと待って、時間あるしょ、まだ。って言うから、あ、時間大丈夫だよ。おじいちゃん手伝おうか、俺。って言ったら、いや、もういいんだよ、あんた。わざわざ泥を手染めることねえべさ。そうでいいか、待ってなさい、タバコでも吸ってって。なんだら、俺、そっちのテーブルの上さ、麦茶あるから、その飲んでそこ座ってなさい。そこに傘あるから、って。なんかこういうパラソルみたいなのがこう、立っちゃってさ。うんまあ、そんなわけいかないじゃない、本人、炎天下で仕事してるのにさ。はい。じいちゃん手伝うよ、俺。ぐるっとこっち見て。お眼鏡の下からこう見るんだかって。あんた、そんな人よくしてたらバカ見るぞ、お前。うん、やらなくていいことやらなくたっていいんだ。いいか、そこで休んでやせ。人参、これ、もう何十年も経つんだ。何時でもやってるんだから、うちら。うん、大丈夫だから。大丈夫だから。こう言ってたら、うん、俺が入ってきた方から、ああ、すごい派手なトラックって声聞こえた、うんうん。で、あ、こんにちは、どうも、って、すいません。今、人参を、って言ったら、あ、すいません、すいません。今、休憩入ってたんで、今すぐ始めますから、って。ふっと見たら、じいちゃんいないんだ。そうなの。で、あれって言ったら、どうしました何したのって。いや、いや、今、ここに麦わら帽子かぶったじいちゃんがいてね、俺、そのじいちゃんと話したんだわ、って言ったら、ああ、うちのじいちゃんなのさ、うん。いるんだたまに、ここへ。気にすんじゃないって。もうみんな知ってるんですね。うわぁ、素敵。俺、ほれ、自分で車で移動するのが好きだ、好きだとは言っても、決して電車乗らないわけじゃなくてさ。はい。普通に電車乗る、どこ、何々線でも、何線でも乗るんだわ。うん。で、昔ある中央線に乗って、方まで行かなくちゃいけなくて、はい、電車乗ってずっと向かってたのさ、うん、でいろんな人こう乗ったり降りたり乗ったり降りたりしていくうちにさ、あの辺だったらもうガラガラだから座れるから、うん、そ座っててひょいってみたらここに手帳が置いてあるな、で、ほらこんなとこ手帳置いてあると思って見てみたら、それこそ黒革の手帳よ、ね、すごい電池が入っててさ、こういろいろ書き込んであるんだ。こんなの、ここ見てるとこへ持ってきて、その本人どっかこの車内にいて、何見えんだ、それ俺んだって言ったら嫌だなと思ったけど、うん、で気になるからこう見てたさ。うん、そしたら、何枚も何枚も引きちぎった跡があるんだけど、ああ、そうか、メモって割とそういう風に使うかもしんねえなと思いながら、高校を見てったら、走り書きでもって、今日が最後、今日が最後、何枚も何ページも、だから今日が最後、今日が最後って。え、なんだこれ気持ち悪いなぁ。と思って、あるページをペラッてめくったら、すっごいリアルで目玉が書いてあって。何それ。すごいリアルなんだよ。思わず、おぉってなるぐらい、半端じゃないリアルなんだよ。はあ、で、うわぁ、なんだこれ気持ち悪いもん拾っちゃったなぁ。まあ、とりあえず降りるときに、うん、駅員さんに渡してやろうと思って、うん、そのまま思って出たんだよ。電車から一歩降りたところでもって、なんでかわからないけど、そんなに人となんてすれ違ってもいなかったはずなのに、その電車から降りるところでもって、誰かと、ポンとその、持ってた手が、ポンと誰かと触れた感じがして、うん、パサ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 って電車とホームの間にその、ノートが落ちてったんですよ。ああ、落ちてっちゃった。こう見たら見えるんだよ。落ちてっちゃった、と思って。はい、ああ、困ったな、って言ってたら、その、駅員さんが、なんか落とされましたかって言ったんだよ。え、ああ、ちょっとね、で、このね、電車の車内で拾ったメモ帳があって、それを今ね、届けようと思ったら今落ちちゃったんですよね。って、あ、わかりました。じゃあ今一回車両出たら拾いますんで。って言われて、一応こう待ってたさ。で、ダンダダン、ダンダンって言っちゃったでしょ。行っちゃった後こうやって見たらないんだよ、もう。ノートなんか。ない。ない。いや。俺は間違いなくその隙間から見たんだよ。落ちてんのね。その駅員さんは見てない。だけど、俺は見たんだよ、その隙間から。はあ、落ちてると思ったの。電車が出ちゃったって見たらないんだ。その持ち主は何を知らせたかったんですかね。わからんね。なんだかわからんけども、はあ、ただ、変態正直な話、向こう方面へ行く人が使うとこだから、受害方面へね。なるほど、うん。もしかすると、だから、その持ってた人ってのはもう果てちゃってるのかもしれないよね。受害ね、うんうんうん、そうです、うん。今からね、もう十何年か前になるんだ。もう20年近く前になるから。関西在住のある一人の男から、ちょっとこんなのがあるんだけど、読んでみるって言われて手渡された冊子があるのさ。まあ、厚さが1センチ満たないぐらい、浅木色の表紙で、真ん中にポーンと火の玉がこう書いてある。リアルなこういう火の玉じゃなくて、昔の石燕なんかが書いたような、ポポ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 っていうこんなようなこう火の玉だ。そんなのがポーンと書いてある。こうめくると、見開きのところに、二文字だけ、礼儀って書いてあるさ。
まあ内容っていうのはね、信州の方に住んでるある男が、里帰りをしたと。里帰りというよりも、そこの家に、まあもともと母親かなんかの実家なんだけど、そこに住むことになったんだけど、住み始めてすぐ分かったのは、そこの家に親類縁者が誰一人寄りつこうとしないと。で、なんでかと思って調べてみたら、そこの家はなんと、畳をなす家として有名だったんだって。いろんな会員にそれからその人が見舞われていくんだけども、まあもちろんそこも、それまでの下りはあるんだよ。何ページにわたってあるんだけども、結末がわからないのさ。なんでかっていうと、はい、そっから先進めないんだわ。え、どういうことですか？いろんなことが起きるの、家の中で。ああ。うん。バキーめち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 と、すごいそんな音がしたりするんだよ。で、玄関がね、人が来ると感知して電池がつくものなんだけど、一回つくと、そうだな、10秒ぐらいついたままになってるさ。うん、のはずなのに、ついたり消えたり、ついたり消えたりするんだよ。ああ。こう見てると。のってありえないんだよ、絶対。ああうわ、なんだこれって言って、次の日、玄関のこう下の叩き、降りたところの叩きに、うわーって髪の毛が落ちたりするんだよ。うわー、ダメなやつ。だからダメだと思って、うん、もうそれ以上俺読めないでいたんだよ。そんな話を俺のある知り合いの一人の男にしたら、ぜひ読みたいって言うのよ。いや、だから言ってるじゃん。そういうこと本当に現実に起きるんだって。いや、体験したいんだ、そういうの。だから、ぜひ貸してくれ。渡しました。うん、その、一週間後、二週間後ぐらいかな。自営業でやってた店を畳んで、奥さんと子供をほったらかしたまま、行方不明だって、ずっと行方知れず。未だにですか、うん、じゃないかと思う。うわ。持って出たのは、その本一冊だけ。その本一冊だけ持って、うん、だから一体何がその本に封じ込まれてるのか。それ、もともと紹介してくれた人は全部読めたんですか？連絡つかないんだよね。その人も、うん、お前読んでてなんかこんなことなかったって聞こうと思って電話するんだけど、うん、もう現在使われてないなって連絡つかないのよ。ああ。だから、手のいい感じでこう、押し付けられた感じに